はい、それではですね、バターナイフです。付属のテンプレートを当ててなぞってもいいですし、ご自身で好きな形、もっとここ細くしたいとか、もっとここをフラットにしたいとか、そういった工夫をされてもいいかと思います。で、木のものなので、これどこまで削っても木です。ですので、実際に、まあ、こう使ってみて、でもう少しこうした方が使いやすいなというようなものがあったら、いつでも削れます。まあ、初めはちょっと大きめに作ってみて、ご自身のその使いやすい形というのを探ってみながら調整するというのが、一ついいかなと思います。彫刻刀や小刀をお持ちの方はこういう削り方で、少しずつ削っていくというのが、一番いいかと思います。小刀やその彫刻刀がないという方は、まあ、カッターナイフでもできないことはありません。じゃあこの時の削り方のポイントなんですけれども、木の繊維を撫でる方向ですね、こっちが使いたい側になります。こっちの本体の方ですね、使いたい側を撫でる方向に削っていってあげてください。これを例えば今ここ繊維がこういう風に通ってます。ここを本体がここにこういう向きで繊維が通っているのに、ここから刃を入れてしまうと、ここからボソボソっと欠けたりしてしまいます。ですので、とにかく山から下に降りる、山から谷に降りる、こっちはこうなっているのであれば、こっちは山から谷に降りる、そういう向きで削っていきましょう。ちょっと一回じゃあやってみましょうか。はい、この時にまあ手に十分注意してください。まあ、小さいお子さんなどと一緒にやられる方は、まあ、その部分をよく見てあげてください。はい、一応まあこういう削り方は絶対しないようにしてください。あとはまあこう、なんというんでしょう、刃物の前に手が必ずないようにしてあげてください。こういうふうに持って親指で押しながら削っていきます。とりあえず厚み方向のことはあまり考えずに、この形通りに習って切っていってあげましょう。で、先ほどもお伝えした通り、この小口の方向に角度がつくほどに、どん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 なかなか硬くなってきます。ですので、そういう時はこういうふうにちょっとずつ薄くしながら抵抗を和らげて、こっちもですね、こうやって薄くすることによって、ここが少しずつ削りやすくなってきます。それからこの向きでこういうふうに削っていくと早く削れるというようなポイントですね、があります。ではですね、この今度カーブの部分を作っていこうと思います。で、こういう引き回しのこぎりがある方はそれでやってもらってもいいですし、まあのこぎりがあるよという方は、ここそういうふうに切ってもらっても構いません。のこぎり の使い方の動画に関してはまた、違うものをご覧ください。で、のこぎり あまり使いたくない、もしくは家にないという方は、もうカッターで根気よく削っていってもいいかと思います。ただこの部分が少し分厚いので、ここでもやっぱりその力加減やその怪我をしないように根気よく、まあ、注意しながら続けてください。はい、まあ、のこぎりで、いく場合はでしょうか。こういう形で、まあ、ラインを入れて、で途中から切り落としてあげて、今カメラにまあ見やすいようにこういうふうにこういうふうな体勢でやってるんですけれども、できるだけこの刃の進行方向に手がないようにしてあげてください。はい、じゃあこういう形で途中まで切れました。で、同じようにこっちからもこういうふうに切り込みを入れてあげてもいいですし、この厚みが薄くなった分、カッターでこういう風に落としていってあげてもいいかと思います。サンドペーパーで最終的に仕上げますので、まあ、例えばちょっとどうしてもカッターや刃物を使いたくないなという方は、まあ、最悪そのサンドペーパーで根気よく、洗い番手から仕上げていってあげれば、形にはきちんとなりますので、こういう風に、まあ、できるだけ本当にその怪我のないようにだけ注意しながら加工をしていってあげてください。必ずこう山から谷に降りるように削っていきましょう。これである程度形ができました。今このこちら側の形は写し取れたんですけれども、まだ厚みがこの厚っぽい状態のままです。もっと薄くしたいという方は、一つはさっきのノコギリですね、
ノコギリでここに縦に切れ目を入れて薄くするというのが一番早いかと思います。でですね、ここの部分削るときなんですけれども、ここ繊維方向がですね、ここの部分が弱くなってます。亀裂が入るんですね。なのでできるだけ、前の方を持ってこう削っていってあげてください。少しずつ薄くしていくと、できるだけ前の方を持ってやってもらったらいいかと思います。あとはもう一つは本当に根気よくサンドペーパーでこのように薄くしてやると、はい、この時にもサンドペーパーで持ってこう削るとここの部分に負担がかかります。ですので必ずこれを下に置いてこのように削ってやる。反対側を削るときはこうして机の外に出して削ってやる。はい、こんな形で少しずつ作っていってあげましょう。でサンドペーパーなんですけれども、こう木の繊維というのは縦にこうやって削ってやるよりも、仕上げの時はこういうふうに縦に削るんですけれども、繊維を横にして削ってあげた方がよく削れます。粗く削りたい時というのはこういう形で削っていってあげてください。あとはこういうふうに徐々に形を整えていく作業ですね。はい、ではですね、こういう形で60番である程度形を作ったら、まだこういうちょっとボコボコしたところが残ってます。でだいぶ60番でこうかけたんですけれども、どんどんかければかけるほど自分の手でこうやってかけていくほど自分の手に馴染みやすくなっていきますので、できるだけ根気よくかけてください。である程度形が整ったら、今度は120番でこういう形で取っていきます。でまだちょっと形を変えたいとかそういうところがあったら、いくらでもまた60番に戻ってもらって、できるだけ最後は先端を少しこういうふうに薄くしてやると使いやすいですね。こういう時に机の端っこを使ってこういうふうに内側も削ってあげましょう。それではですね、180番まで磨きましたら、今度は塗装に入っていきます。で、付属しているものはこのウッドフードという蜜蝋ワックスですね。で、これ日本製のもので、一応メーカーさんの方では口に入れても大丈夫なものというふうに書いてあります。はい、でこれを使って塗装していきましょう。私どもの、教室でも食品に使うものはウレタンなどよりも、できるだけ自然に優しい、体にも優しいものを、使ってます。おすすめさせていただいてます。はい、適量をこういうふうにウエスに染み込ませて、であとはこう擦り込むように塗っていきます。でそうするとですね、このオイル、蜜蝋の、成分が浸透して固まって、表面でですね、水汚れから守ってくれるような形になります。でウレタン塗料などでもう本当に水に強く、きれいに板状に塗ることもできるんですけれども、経年変化っていうのがやっぱりそのウレタンのものとこういう呼吸を止めない塗装とでは全然違います。ですので私どもの教室で無垢の木を扱うときにはこういうふうにオイル系の塗料ですね、オスモなどでもそうですをおすすめさせていただいてます。でこういう白い部分がなくなるようにしっかり最後まで塗ってあげてください。で蜜蝋ワックス、もしそのお手元に届いたものが余ったら、また別の家具など無垢の家具ですね、塗ってあげてもまた復活して綺麗なツヤが出ると思います。でメンテナンスなんですけれども、できたらちょっとこう表面が乾いてきたなと、色がこの木の地の色に近づいてきたなと思ったら、何回も塗ってあげる方がいいかと思います。熱湯などで洗っているうちにどんどんそのワックスの成分というのも落ちてきます。ですのでメンテナンスとしてはその上から塗り重ねてやる。本当はこの1回塗りじゃなくて、このできた時にも2回塗り3回塗りとして乾かしてから使ってやる方が一番このケースにとってはいい状態だと思います。はい、それではですね、最後にウエスの乾いた部分で最後もうこの油分が感じられなくなる、すべすべつるつるになるまで拭き取ってあげます。このオイルがちょっと残っているといつまでもちょっとこうベタベタした感じが残ってしまいますので、このサラサラした形になるまで塗ってあげてください。内側もですね、
はい、それとバターナイフの完成です。でここから、まあ、もしちょっとあの動画では省くんですけれども、このケースに省略してたんですけども、まあ、中は、今塗装してない状態です。もしあのここにこのナイフが入るように切り込みを入れたいという場合にはご自身で設定したナイフの厚みですねの分を、切り込んで、ノコギリで2本線を入れて最後のみで落とすというのが、まあ、一番楽な方法なんですけれども、まあのみなんてなかなか一般のご家庭にはないと思います。ですので例えばでここに丸いそれなりの大きさのビットの、ドリルでインパクトドライバーとかですねで、ドリルドライバーなどで穴を開けてそこの外周を目指してノコギリで切れ目を入れるというふうにするときれいにいくと思います。はい、でできたものが、まあ、こちらになりますね。はい、で、まあ、冒頭にも、お話ししたんですけれどもこれどちらも、同じチェリーです。まあ、やっぱりチェリーそのいろんな木もまあそうなんですけれども経年変化でどん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 こういうふうに色が濃くなっていきます。まあ、それを一つ楽しみながら暮らしの中で使っていく。はい、ということでですね、今日はバターケースの作り方ということでお伝えさせていただきました。でトリマーなどがある方はまた僕ら別の動画で、一から板の状態から作る方法なども挙げてますのでそちらをご参考ください。はい、それではぜひチャレンジしてみてください。ありがとうございました。